皆さんこんばんは。通信に失敗しました。はい、どうもピオキングです。今日もですね、みんなでバトルやっていきたいと思います。お、あのさんがいるじゃん。え、うわ、来た、これ来ましたよ。あのさんっていう方はですね、僕のリスナーさんです。今ね、フレセンとかじゃないんですけど、これたまたまですね。ルイージだったね。ルイージ、気づいてる、気づいてらっしゃいます。はい、あのさん気づいてらっしゃいますね。僕のリスナーさんです。それじゃあ渡っていきます。これね、あのさんに僕ね、大体負けるんですよ、いつも。でもね、今回はマジで勝ちに行きたいと思います。あのさん、ちょっと待って。よし、来た。これは勝ったでしょ。で、このまま右に渡ります。よし、よし、このまま。ちょっと待って、ここはハンマーブロスを倒した人の勝ちって感じね。多分ね、これキノコがないとめちゃくちゃしんどいと思うんで、僕キノコを取っていきます。あのさん、僕が行くまで待って。あ、ナイスカギ、やった、このまま。いや、ちょっと待って、くっくっくっ、これ上から行けない、行けないか。ちょっと待って、これさ、入ったらもう終わりだよね。これ積んだわ、マジで積んだわこれ。待って、これまずいって。どうしようどうしようどうしよう。いや、これはマジでまずいって。いやー、待って、これね、マジで鍵必要ね、マジで鍵必要と思うんですよ。でもね、左に行けないんですよ。うわ、これは上に行けないから。いや、マジでこれ上行こう、上行こう。誰か、ナイスマーリー、ナイスマーリー、ごめんごめんね、みんな。ありがとう。途中からちょっとね、テンション高くて何言ってたかわからないんですけど、とりあえずあのさん、ありがとうございました。いや、びっくりだよね、リスナーさんがいるって。初めてかもしんない。さあ、次はなぞなぞプロペラマリオのままゴール。このゴール条件をね、マジで忘れないようにしなきゃいけないね。いつもね、忘れるんですよね、ゴール条件。多分ね、このハテナブロックゴール条件だと思うんですよね。ゴール条件とかプロペラマリオだと思うんで。いや、でもね、僕は最初右に行きます。右に何かあると信じて。下手くそ。よし、それじゃあここのプロペラ取っていこうか。右にね、うん、プロペラのこのアイテムがあると思ったんですけど、ないのかな、どうなんだろう。ま、これでさらに1回も当たらんでいけってことでしょう。多分いけると思うんですよ。そんなにね、このコース感難しくなさそうだもんね。でも皆さん行ってらっしゃい。あ、待って、ここヨッシー、ヨッシー、ヨッシーいるんだ。そして鍵、待って、鍵、待って。うわっとっと、これはどうしようか。このまま上に行けないから、上は無理でもないけど、いや、いけるか。これ鍵で争ってる間、ちょっと上狙っていこっか。よし、で、こっからジャンプして、で、もう一丁、そしてもう一丁、これでいけるか。やった。え、これ熱くない？チャンスだよね。ほら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 、これもうゴールだよね。来た、これ一人勝ちでしょ。オッケーオッケーオッケー、まだみんな来てないでしょ。このまま右に渡ります。一回ヨッシー乗っていこうか。ヨッシー乗っていって、この緑の土管入っていこう。そして次は、え、この下でいいのかな。めっちゃ謎謎だね。いや、マジか、戻ってきたっぽい。僕はさっき右上に行って失敗したからね。あ、こっちで正解っぽくない？一番右上はね、多分不正解だから、多分これが正解だと思う。一番怪しいもんね。じゃ、この青土管に入ります。あのキノピオはね、もう右に行ってらっしゃいます。そして今度下、うわ、これ外れっぽくない？なんかこっち外れば、うわ、出た。見て、ほら、うわ、キノピコ出てきたじゃん。もう、どここれ、もう本当に。ここなんですけど、これはね、一番下が正解だと思います、僕。こっちしかもうないね。あ、なんかいる、なんかいますね。お、こっちゴールって感じかな。ゴールっぽくない？なんか、うわ、あり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 、これめっちゃあり。うわ、ちゅ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 、くっそ、ちょっと待って、くっ、いや、上からだね。ナイスナイス、これ絶対上からでしょ。やったー。みんな下に行ってらっしゃいますね。はい、ゴール。あ、これ下からゴールできる。うわ、キノピオ、今のひどいって、キノピオ今のひどいって。あ、今日はですね、たまーにあるコメント返しやっていきたいと思います。ですね、動画内でコメント返しするのはどうなのかな、いいのかな。ね、Twitter にも書かせてもらった通りですね、 YouTube のコメントとか DM の内容っていうのは動画内で使用させていただくことがありますんで、よろしくお願いします。ピオキングさんのみんなでバトルは、外野プレイをする人が多い中、人の優しさを前面に押し出したプレイ動画、そしてサクッとした手軽な編集、多彩な字幕、イケボがピオさんの魅力でやっぱ惹かれる理
由かなと思いました。いやこれはね嬉しかったね。特にねこのコメントの中で一番嬉しかったのは多彩な字幕っていうのが僕嬉しいんですよ。 4,5 種類ぐらいね動画の中でちょいちょい使ってるんですけど、意外とね結構大変なんですよあの字幕を変えるのって。でもねそれにね気づいてくれてるっていうのはマジで嬉しく感じました。これは右から行って多分鍵ドアか。やっぱり鍵ドアだね。みんな協力していこうね。ねみんな協力していこう。うーわ出たこのキノピオ。ちょっとそんなんするからさそんなんするからやられたったじゃん。もうキノピオもう絶対僕許さないんだからね。きたこのキノコがあるだけでねあのブンブンの倒しやすさが結構ね違ってくると思うんですよ。まだルイージ倒してないよね。まだ鍵のちょまだ鍵の音聞こえてないもんね。え倒した倒してらっしゃるちょっと待ってルイージまだゴールだよね。まだゴールだよね。ちょっと何言ってるか意味わかんないんですけど、あれえ、なんもないんだけど。あ、下ね、こっちの土管ね。オッケーオッケー。そしてルイージャ待ってらっしゃいますと。はい、ありがとう。スーパーマリオブラザーズ1-1と1-2、これは1-1と1-2が本当にそっくりそのままだったらみんなもうコースを知り尽くしてると思うんだよな。よし、オッケー。じゃあ、いや、いいよ、これ4つ目行こうか。4つ目行きます。オッケー、来た。これめっちゃ速くない？ねえ、めっちゃ速いよね。オッケーオッケーオッケー。よし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 これはワンチャンある。やった。あらみんな遅いね。で中間ポイント次1-2でしょ。これ硬くない？ねえみんな遅いよね。ちょっと僕アイテム取っていく。アイテム、いやそんな時間ねえな。そんな時間マジでない。キノピオがね迫ってきてる。あー先ほどのコースみっともないところをお見せしまって申し訳ありませんでした。このコースはねぜひピオキングはねやっぱりうまいなっていうところをね見せたいと思います。キノピオよろしくね。さっきの人、お、え中間ポイント、いやあそこいらんくない？絶対いらんよねあそこ。よしそれじゃあ僕アイテム取らんでいきます。みんなアイテム取ってってらっしゃいますね。ここはねこの辺でアイテムがあると思うんですけど、いやここ待って、いや取ってたらこれマジ負けるわ。よしここ踏んでいこう、踏んでいきます。いやここでジャンプ、よしオッケーオッケー。で上にカロンとかマジいると思うんですよね。だからそれに気をつけなきゃいけないと思うんですけど、これは右なのか左なのかどっちだい？いや左でいいね。ちょっと待ってマジラグ、ラグで全然できんかった。よしで中間ポイントオッケー。でキノコ僕も取っていきます。キノコじゃないねこれフラワーだったね。よしこれで当たってもいい覚悟でマジマッハでいきます。マジマッハでいきます。僕何回も言うけどマジマッハでいきますちょっと待ってルイージ邪魔だって、ルイージ邪魔だって、ちょっと待ってほら見て当たっちゃうじゃん。よしそれじゃあこのまま右に行こう。でこのまま左でしょ。いやこれも当たってもいい、いや当たってもいいと思ったら意外と当たらないんだよな。いやちょっと待って、キノピコがね、キノピコじゃない、キノピオがやられてほしいんだけど。よし来た、今のシャカシャカうまくなかった。さあここで、いやちょっと待って、いや入らせない入らせない。よし来たここで取った人の勝ち。よしこれ僕鍵抜け、鍵のすり抜け名人でしょう。さあここで渡っていきます。いやちょっと、いや待って、いや負けた、絶対負けた。これ待ってルイージ右行くなって、いいとこ見せたい。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。